鈴木総一先生にお願いしました、鎖国という正しい選択、これはもうすでに1回学士会館で鈴木先生やっておられて、私はもうこのグローバル化の中でですね、鎖国とは一体何だったのかというと、問い直す意味で非常にタイムリーな出版だと思っておりました。で、今どんどんそのワクチンの問題だとかウクライナの問題だとかということで、グローバリズムの設計というかね、ワンワールドに特に設計状態がある中で、豊臣秀吉あるいは徳川の、織田信長、徳川家康の戦国時代にですね、日本がまさにこういう危機の中にこうあったと、そこで鎖国という正しい選択をされた。だから大航海時代というスペイン、ポルトガルのね、あの時に対して日本は決然と鎖国という方針を取って沿ったと。そして、改革も、鈴木先生にすれば正しい選択だったということです。で、鈴木先生とも話したんですけども、私は大東亜戦争は宗教戦争だったと思っているんです。いわゆる国体を軍事するということが日本の大前提で、それでその白人からの支配だとか、主役人にならないという、その核となったのは国体を軍事するということ、それをキリスト教徒が何とかその国体を壊そうとしてきたというのは、私は大東亜戦争の根本的な理由で、戦後もずっとそれは続いているというふうに私は思っています。この鎖国というのはまさに日本の宗教戦争のような状態の時だったんですね。で、今日鈴木先生が話していただけると思いますが、この日本は宗教戦争の真っ只中にこの鎖国する前はあったんだということを今一度皆さんと共有して、これからの宗教、今私宗教の問題をいろいろ考えてますけども、宗教というものをしっかり捉えながら国際情勢を分析できればというふうに思っています。それでは鈴木先生、よろしくお願いいたします。ご紹介いただきました鈴木でございます。それではちょっとマイク巻いてますね。ごめん、大きい声で苦労して、あ、押してない、いや、これをやったのが一番いいです。それではですね、鎖国という正しい選択ということで、お話をしたいと思います。話は3つ柱があるんですけれども、最初の柱はですね、お手元の資料にあります第1番目の、奴隷解放の父と呼ばれる豊臣秀吉ということをお話ししたいと思います。鎖国と言いますとですね、学校でその鎖国をしたから日本は遅れたんだとか、悪いイメージで学校では習ったんですね。しかしそのよくよく考えてみるとですね、日本はその鎖国をしたから今日があったと思うんですよ。そういう意味で徳川幕府が行った鎖国はですね、正しい選択だったということが言えると思います。今現在ですね、経済が発展している国っていうのは中国、それから朝鮮、それから日本、この3カ国なんですね。この3カ国に共通して言えることは、大航海時代の時にいずれも鎖国をしてたということなんですよ。それでそうでなかった国はですね、アフリカにコンゴ王国というのがあったんですけど、これは攻め滅ぼされてしまったし、それからメキシコにあったアステカ王国、それからペルーにあったインカ帝国、これもスペイン、ポルトガルに滅ぼされてしまったんですね。そういう意味でその徳川幕府が鎖国政策を取ったことがですね、250年に及ぶ平和と独立を守ったということが言えるというふうに思います。いわゆる大航海時代というのが学校に習うわけなんですけども、最初に海へ乗り出したのは
ポルトガルなんですね。でお手元の資料も1枚目にポルトガルの闘神という不評があると思うんですが、ちょっとご覧いただけますでしょうか。これですね、これがポルトガルの闘神、ポルトガルが東へ進んでいったということでございます。それにそのポルトガルの皇太子の衣装係をしていたアントン・ゴンサレスという人が、その西アフリカのブランコ岬というところへ、到着しましてですね、そこで、そのアフリカ人男女927人ですね、これをその捕まえて奴隷としてその皇太子に提供しました。それでそのローマ教皇ニコラウス5世という人がいるんですけども、この人がですね、奴隷にすることを許可する異教徒をですね、奴隷にする許可書っていうのを発行しております。イスラム教徒はなど異教徒は野蛮人であるからですね、本来なら殺されるべきところであるけれども、格別の恩情を持って、その一命を許してですね、奴隷として生涯奴隷として生きることを許す恩者だったようでございます。それでそのアフリカの黒人というのはですね、当時そのイスラム教徒だったんですね。ですからその奴隷にされてしまった。ポルトガルはその後、穀物海岸、造幣海岸、奴隷海岸、黄金海岸などを経てですね、それでそのエルミラというところに到着しましてですね、そこにそのお手元の資料の2枚目にエルミラ城、エルミラ城というのがあると思うんですけど、ここがその大西ポルトガルの奴隷貿易の拠点になったんです。でアフリカ大陸で捕まえてきたアフリカ原住民の方をこの中に押し込めて船に乗せて、大西洋へ送った。それでそのプログラスの大西洋へ送った大西洋拠点のエルミラ城、それでそのでプログラスの、遠く見ると大砲なんかも備えてありますので、ね、あります。この大航海時代が始まりましたこの時期はですね、アフリカの小王国は互いに部族闘争を繰り広げていたんですね。でポルトガル商人は一方の部族に鉄砲を撃ってですね、それで負けた側の部族の捕虜を奴隷として二束三文で買い取ったんですね。それでこのエルミナ城から船に乗せてその大西洋を越えてカリブ海あるいは中南米へ送ったと。でそこで労働力として高く売却してですね、その売却代金を持って本国へ帰って、その本国で鉄砲を仕入れると。で鉄砲火薬を仕入れてそのまた黄金海岸へ行って奴隷を捕まえる。これちょっと大航海時代の奴隷の三角貿易っていうのはちょっとそちらに皆さんの目標につけるのはちょっと抜けちゃったもんですから、この図でちょっとご覧いただけるしかないんですけど、これがそのポルトガル人がアフリカで奴隷を捕まえてカリブ海へ行って売ってですね、でその売った代金で本国へ戻って鉄砲火薬を仕入れてまたそのアフリカへ行って、奴隷を安く買い入れる、この三角貿易っていうのをですね発明したのがですね
あのポルトガル勝利でございます。それでこの手元、さっきご覧いただいた最初のあのポルトガルの東進というこの地図のアフリカのところにコンゴ王国というのがあると思うんですけども、この今はコンゴ共和国というのがある場所、ここでも同じ場所なんですけども、ここに昔はコンゴ王国というあの独立国があったんですね。だからその王様はあのキリストポルトガル商人や宣教師の勧めに応じてですね、でキリスト教に入って、それで鉄砲を買って周りの部族をやっつけて、で、奴隷に売って、まあ、そのいい生活をしていましたけれども、結局ポルトガルに攻め滅ぼされてですね、このコンゴ王国というのはポルトガルの植民地になっちゃったんですよ。だからそこの関係をね、ちょっと ご理解いただきたいなというふうに思います。すなわちその大航海時代のグローバリズムというものはですね、キリスト教の布教とですね、それからポルトガル商人の奴隷売買、これが一体となったものだったということなんです。日本も例外ではありませんでですね、あの日本初の初めてのキリシタン大名の大船隅忠という人がいるんですけども、この人はですね、あの領内の敵と戦うためにですね、ポルトガルから鉄砲火薬を輸入してですね、でその代金としてやっつけた相手方の領民を奴隷として宣教師ポルトガル商人に売ったんですね。あのなんでその戦争が、戦争っていうか内戦が起きたかと言いますとですね、この大村住忠っていう人は、あの養子として大村家に入った人なんですよ。あの、まあ、大村家にそのお子様、男の子が生まれなかったんで、男の子が生まれないからしょうがないと、じゃあ養子もらおうということで養子をもらって後継いだんですけども、その後あの側室の方がですね、あの男の子を産んだんですよね。そうすると本来ならですね、実子のこれ後藤隆明っていう人なんですけど、本来ならその側室の方であっても生まれた後藤隆明は大村家の後を継いでですね、養子で入った方はちょっと申し訳ないけど お帰りくださいって言って帰るっていうのが本来の、まあ、当時のですね、当時の道徳律だったんですよ。だけど大村住忠はですね、もうその養子になって入っちゃったんだね、後から生まれた実子は邪魔だったんで追い出したんですよね、後藤家というところに追い出した。これでだからその養子の大村住忠と実子の後藤隆明の内戦というか、お家騒動というか、戦争がこの始まりのもとなんですよ。それでその大村住忠はこれは大村家の家臣団をですね、養子の大村住忠側と実子の後藤隆明が二分する戦いになったものですから、大変なことになった。で大村住忠は宣教師とポルトガル商人から鉄砲火薬を買ったんですね。それであの後藤隆明の方はあの弓矢ですから、槍と刀ですからね、それと鉄砲の戦いになってですね、それで鉄砲火薬の大村住忠が勝った、こういうことなんです。で大村住忠はですね、その鉄砲火薬を買った代金の代わりに、代金の支払いとしてですね、大村住忠の領内にいた、これは仏教徒ですから、仏教徒は異教徒でありますのでですね、
で、奴隷としてポルトガル庶民に売り払った。これが日本における最初の奴隷の始まりなんです。それでその、まあそういうことと大村住田がですね、その実施のことを高明を追い出したわけでございまして、この間の宣教師とポルトガル商人にその勝利の代償としてですね、それで長崎を領有してたんですけども、長崎、それから長崎の近くに茂木港っていう港があるんですけど、その港をそのイエズス会っていうか宣教師に贈呈したんですね。だからまあ今でも長崎にはですね、キリスト教文化というものが根付いておりますけれども、なんでどこからっていうと、これは大村住田団が長崎とその近くの茂木港を宣教師とポルトガルに贈呈したからというわけでございます。まあ、ご承知の通り、ポルトガルはインドのゴアからマラッカ海峡のマラッカへ来て、その後中国のマカオに入りましてね、マカオを長らく領有するわけであります。まあ、マカオというところは一応軍事要塞になっておりましてね、先ほどのこのエルミタ城の写真を見ていただくと分かるんですけども、ここにその大砲がずらっと並んでいるわけですよ。だからこれはエルミタ城ですけど、マカオにもですね、こういうその海岸に向けた大砲がずらっと並んでるんですね。でマカオってのはだからポルトガルの植民地であると同時に要塞、軍事要塞でもある。したがってポルトガルはですね、その長崎をマカオに匹敵する軍事要塞にしよう、こういうことで、こういうことであったわけでございます。でいわゆるその天正憲法少年施設なんていうのがあって、4人の若い少年がヨーロッパへ行くわけですけども、このうちにその知事岩ミゲルという人がいたんですね。この知事岩ミゲルという人はこの大村住田の甥っ子なんですよ。それで彼がヨーロッパへ行った時ですね、マラッカ海峡のマラッカやインドのゴア、あるいはアフリカのモザンビークなどでですね、日本人の大人の奴隷、それから少年少女の奴隷を見るわけですね。でここに書いてありますけど、その記録がありましてですね、航海の先々で売られて奴隷の境遇に落ちた日本人を見た時、同じ日本人が家畜や獣のようにこき使われてですね、こんなに安い値段で手放す日本人への激しい怒りが燃えた、こういう記録を残しております。しかしその天正憲法少年施設団の渡航費用というものはですね、どこから出たのかというと、こういうその奴隷、日本人を奴隷として売却したその代金で運賃が出てるんですね。このことにその知事イヴァン・ミゲルは大変矛盾を感じまして、その後、キリスト教から帰教するんですよ。相当内面的な相国っていうかが悩みがあったようでございます。日本からですね、海外に売られた日本人奴隷は5万人と言われておりまして、その行った先は今言ったインド、アフリカなどもあるんですが、その他メキシコやペルー、
さらにアルゼンチンにもおられたんですね。なんでそのメキシコ、ペルー、アルゼンチンにおられたのと言いますとですね、ここはそのスペイン人がその現地住民のインディオを使って銀の採掘を行ったんですね。銀が取れた。ただ銀っていうのはですね、こうやってこうカン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 のみで打って銀を掘り出すんですけども、粉塵が出るんですよね。その粉塵をこの狭いトンネルで掘るわけですから、粉塵が喉へ入って肺に入るわけですよ。と肺とか喉肺を痛めて、それで30、40で早死にしちゃうんですね。だから人数足んなくなるから、あの奴隷持ってこいってね、まあアフリカから持ってきた奴隷が多いんですけども、日本からも奴隷を持ってったんですね。そういうことでございます。それで、いわゆるそのキリスト教っていうのはですね、まあご承知の通り、1549年にそのフランシスコ・ザビエルがその日本にあのカトリックを伝えるんですけども、この時そのザビエルはですね、この日本人が分かりやすい、受け入れやすいようにですね、天国っていうのはパライソっていうんですけども、これポルトガルでね、パライソ、英語ではパラダイスですけど、パライソ、パライソは極楽浄土です、神デウスは大日如来ですと、聖母マリアは観世音菩薩です、大日如来の化身である神に祈りを捧げなさい、こういうふうに教えたんですね。ですからそのこれを聞いた人々はですね、これはそのザビエルは釈迦が生まれたその仏教の聖地であるインドのゴアから来たわけだから、これは本家本元、正明、正真正銘の仏教の一派だろうと思ってですね、天智無宗って仏教の一派だと思ったんですね。でこの考え方は信長、秀吉、家康にも受け継がれております。それからあのキリシタン男女で有馬晴信という人がいるんですけども、この人はその、島原半島の先っぽを領有する、有馬村っていう村があったんだけど、その辺りを領有する小さい豪族だったんですね。でこれが佐賀を領有した龍造寺高信から圧迫された時に宣教師に依頼してですね、それで鉄砲、火薬、それから鉄砲の弾になる鉛、これをその提供してもらったんですね。だもんですから龍造寺もちょっと面倒くさいねということで、撤退していった。これを大変喜びました有馬晴信はですね、キリスト教に入信してですね、で宣教師の言うことは何でも聞くようになったわけです。それで、神社仏閣40箇所を破壊してですね、それから宣教師の要求に基づいて、ポルトガル領のゴアのその領主ですね、領内、有馬領内の未婚の少年少女を神物として提供しろということだったので、領内の未婚の少年少女を捕まえてですね、奴隷としてインドのゴアへ送ったんですね。で一人息子を奪われた未亡人の女性がですね、息子を取り返しに長崎まで行って息子を返してくれと言ったら殺されちゃったんですね。まあそういう状況でありました。さらに有馬晴信はですね、鉄砲、火薬、鉛のを提供してくれた宣教師に、支援に大変喜びまして、
でその浦上と長崎の近郊に浦上という場所があるんですが、これをその宣教師に寄進したんですね。今の浦上には浦上天主堂が立っておりましてですね、まあ、この辺りにキリスト教が盛んなのは今言ったように有馬春信がこれを提供したからでございます。まあ、こういう状況だったんですが、豊臣秀吉はですね、九州征伐ということで島津義久を降伏させました。それで博多へ凱旋したんですね。もともとその秀吉って人は尾張の人ですからですね、まあ、こういうその奴隷問題は気がつかなかったんですけども、この時秀吉の側近であった大村優子という人がですね、その長崎へ行ってですね、長崎港で日本人奴隷男女がですね、鎖につながれて、まあ、次々と南蛮船に押し込まれている様子を見ましてですね、それで報告したんですね。これはその大村優子が書いた九州五道雑記というものに書いてあるんですが、日本人男女数百人が南蛮船に買い取られて、獣のごとく手足に鉄の鎖をつけられたまま船底へ追い込まれた、地獄のような呵責だ、こういうふうにその報告したんですね。その秀吉って人は、まあ、今言った通り尾張の人で、尾張の方は奴隷場合がありませんから、そんなことが起きてるってことは強い知らず、まあその博多へ来て初めて知ったんですね。それでこのポルトガル商人の奴隷売買に激怒いたしましてですね、それでその、日本人をそれでバテレン追放令っていうのを出したんですよ。このバテレン追放令っていうのは何かということなんですけども、その当時宣教師団のトップにコイルという人がいたんだけども、コイルという人にね、何故その日本人にキリスト教を強いるのか、強制するのか、何故神社仏閣を破壊し、その僧侶や神主を迫害して殺したりするのか、何故その農民の力仕事を助ける牛や馬を殺して食うのか、どうしても肉が食いたいなら農作物を食い荒らし、農民を苦しめる鹿やイノシシの肉を食うのはよろしいとか、から何故多くの日本人を奴隷として、世界各地へ売り飛ばしているのか、この4項目を追求したんですね。でさらにその言ったのは、その日本人奴隷の売却を即刻停止せよと。それでその遠隔地に売れていった全ての日本人を日本へ取り戻すようにせよ。で必要な金は自分が払う。ここまで言ったんですね。でまあ宣教師の団のトップはですね、その我々は一切関与してないとかって、まあ、嘘っていうか嘘を言って言い逃れたんですね。それで秀吉は激怒してバテレン追放令を出してですね、それでそのキリスト教の庶民や下級武士がキリスト教を信じるのは構わないけれども、大名が自分の領民にキリスト教を強制してはいけない、奴隷売買は許さない、この2点が柱でありましてですね、これでそのバテレン追放令を出したわけです。まあ、これはそのもしそのバテレン追放令にポルトガルが文句を言うならばですね、これは日本とポルトガルが戦争になってもおかしくない重大問題になったんですね。だからこの時、まあ、ポルトガルは、まあ、その降りたんです。降りてですね、奴隷売買はやめるというふうに降りたので、
それで話は一応決着した。まあ、そういう意味でありまして、豊臣秀吉は一滴の血を流すこともなくですね、外交交渉によって奴隷解放を実現したわけでございます。まあ、これはあの我々はもうアメリカ大統領リンカーンがですね、1863年に奴隷解放を宣言したということを習っておりまして、これは全く間違いのないその通りでありますけども、まあ、豊臣秀吉はですね、この262年前にですね、日本人奴隷を売買を禁止して禁止した。そういう意味で秀吉は奴隷解放の父というふうに呼ばれているわけでございます。一応そこまでが第1部でございまして、次第2部に入りますけども、日本征服を狙ったスペインのフランシスコ会ということをお話したいと思います。まあ、先ほど佐藤さんからお話があったと思うんですけど、まあ、特に戦後の歴史学はですね、宗教や信仰を論じることをタブー視しているんですね。しかし宗教という問題を抜きにしてはですね、世界史も日本史も語ることができないんですよ。それでまあ今は現代ですけど、その前が明治から終戦までが近年、それから戦国時代が終わって、幕末までが近世、こういうふうに多くも分かれているんですけども、中世とは何かというとですね、宗教が世俗権力を支配する、これが中世なんですよ。だからヨーロッパではローマ教皇がその各王様を支配する、これが中世ですね。近世になりますと、信仰はもう個人個人の心の中にある、政治という世俗権力が政治を行う、これが近世なんですね。ですからその中世から近世へ移行するということを語る場合にはですね、その宗教問題を避けることができないんですよ。そのヨーロッパの場合では、そのローマ教皇が世俗社会を支配すべきである、中世的な発想を取ったのがカトリックですね。古い旧教と言ってますけどね。それから信仰は個人個人それぞれなんだと。でその政治は世俗権力が支配すべきである、これがプロテスタントなんですね。それでその宗教改革という問題が起きてですね、これがその宗教戦争になっているんです。それでその日本ではですね、織田信長という英雄がいましてね、この人がその一向一揆を制圧して、世俗権力が政治を支配する体制を作りましたので、日本史の上ではこれは近世の政治家なんですよ。ただ信長はですね、カトリック、旧教のカトリックのポルトガルと組んだわけですからですね、世界史のから見ると信長という人は中世の政治家になっちゃうんですね。しかしその家康から秀忠家光はですね、これはそのカトリックのスペイン、ポルトガルを嫌ったんですね。それで宗教と政治を切り離したプロテスタントのイギリス、オランダと組んだわけですからですね、この家康、秀忠、家光は日本史においても世界史においても近世を開いた政治家だということなんですよ。
それでその特に最大のポイントはですね、スペインとどう対峙するかっていう大問題なんですね。まあ、手元の資料の3枚目かに、スペインの精神って、こういうスペインの精神っていうね、スペインが西に進むという地図があると思うんですけども、ポルトガルは東に進んだんですが、スペインは西に進んだんですね。それでそのコロンブスっていう人はスペインの支援を得て航海に出た。それで、西へ進んでカリブ海に浮かんでるサンサルバドル島へ上陸してですね、ここがインドだと思ってスペインへ帰ったんですね。したがいまして、そのコロンブスはスペイン系の人でございますので、そのカトリックの中でフランシスコ会という、これはスペインの一番持った教団なんですけども、このフランシスコ会がコロンブスの熱烈な支持者になりましてですね、それで、フランシスコ会はスペイン軍と手を携えてですね、それでこの地図にも、この地図にも書いてありますけども、インカ帝国、アステカ王国、これを滅ぼしたんですね。それからさらに西へ進んで、フィリピンへ行きます。でこのコロンブスと共に、コロンブスの率いるスペイン軍はですね、その騎兵と、まあ、重装備の部隊でありましてですね、原住民の村々を徹底的に攻撃して略奪と無差別殺戮を繰り返してですね、原住民5万人以上を殺しました。そうして征服した、そのスペインに征服された原住民がですね、独立運動を起こしたり反乱を起こしたりすると、もうちょっと大変だからですね、隷従する運命を受容してですね、スペイン人のに従順に従うように、これをまあ征服政策の宣布と、宣布というのは宣言の宣に、なでるとか言って宣布と言うんですけど、宣布として布教による占領の固定化を進めたわけでございます。まあ、そのスペイン人コルテスはですね、部下400人を率いてメキシコに入って、アステカ王国を1521年に滅ぼしました。それからスペイン人ピサロは1533年にインカ帝国を滅ぼしました。で、アステカ王国やインカ帝国から略奪した膨大な金、銀、宝石はですね、これは大西洋を越えてスペインに運ばれまして、その5分の1がスペイン国王に贈呈されたんですね。で残りの5分の4は、その略奪者のものになったということでございます。その後、その1545年なんですが、ポトシというところで無尽蔵の銀鉱脈が発見されたものですからですね、そのインディオと呼ばれた原住民がその銀採掘ですね、に駆り出されてですね、その2万トンの銀がですね、ヨーロッパに運ばれて、これがヨーロッパの経済を潤したということでございます。まあ、しかしその銀鉱山がですね、のみでこう打って粉塵がいっぱい出るわけですから、みんな肺炎やられてですね、もう10年もやると、まあみんな肺病で死んじゃうんですね。だからアフリカから奴隷を持ってくる、丹内国は日本から奴隷を持ってきて銀の採掘をやらした、こういうことでございます。それでそのメキシコ並びにペルーを征服した
そのスペイン人はですね、レガスピという人なんですけども、艦隊5隻に武装兵500人、それからフランシスコ会の修道士を乗せて、メキシコから出てですね、フィリピン諸島のセブ島というところに上陸したんですね。これは1567年でございます。でこの島々を、フィリピンというのをつけたんですけど、なぜフィリピンという名前になったの？言いますとですね、これはスペイン皇太子がフィリッペという人だったんですよ。だから、この島々はフィリピン皇太子フィリッペのものである。それでフィリピンという名前になったんですね、この国の名前がね。でこれはいつかというとですね、日本で、織田信長徳川家康とですね、朝倉が戦った姉川の戦いというのがあったんですけど、これは元亀元年なんですよ。この翌年のことなんですね。だから日本でその姉川の戦いで本多平八郎忠勝が活躍したとかつってる頃、フィリピンではフィリピンになっちゃったという現象が生じていたわけでございます。まあ、こうしてスペインはですね、オランダ、イタリア、メキシコ、ペルー、フィリピンを領有するですね、太陽の没することなき軍事超大国になったんですね。で次の占領目的を我が日本に定めたということでございます。そういう意味で我が日本はですね、非常に緊迫した危険な状態になっていた、こういうことでございます。先ほど申し上げました通りですね、ポルトガル系の宣教師がですね、東へ来てですね、来たんですけど、奴隷売買やってですね、秀吉の怒りを買って、布教を自粛せざるを得なかったんですね。そこへ持ってきて、フィリピンから入ってきたフランシスコ会はですね、ポルトガル系がおとなしくしている間にですね、この我々がその日本の信者をぶん取ろうということで、派手に布教を始めたんですね。それで宣教師ペドロ・バプチスタという人が、いわゆるその外交使節だという名目で日本へ来ましてですね、それでその熱烈な布教活動を行いました。実はですね、この頃ですね、その宣教師団の間でですね、その民ですね、民というのは今の中国ですけど、民を 先に民を征服すべきか、あるいは先に日本を征服すべきか、どちらを征服すべきかということが議論されてたんですね。でそのバリアーノという人、それからそのマリア司教のドミンゴ・デ・サラサールという人はですね、これはそのスペイン軍によって民を征服しようというふうに考えまして、マリアーノという人はフィリピン総督にお手紙を出しておりますが、日本を軍事征服することは困難であるから、日本の征服は諦めて民の征服を急ぐべきだ、こういうお手紙を出していますね。それからドミンゴ・サラサールという人はですね、スペイン国王にお手紙を出しましてですね、民を軍事征服するため速やかにスペイン軍を派遣してほしい、こういうお手紙を出しているんですね。この2人はですね、どちらかというと宣教師団のトップクラスの人ですね、地位の高い人ですね。それから地位が低いとおかしいんだけど、先ほど言ったコイロという人は日本支部長なんですけど、ある程度にはね、日本支部長のコイロ、それから宣教師カブラ、この人は大友宗麟を入信させた宣教師なんですけど、それから宣教師サンチェス、
この人たちの意見はですね、まず日本を軍事征服して、で日本兵を明の征服戦争に投入すべきである。そしてそのスペイン兵やポルトガル兵は一滴の血も流すことなく、日本兵の流血によってスペイン、ポルトガルが民を征服すべきだ、こういうふうに考えたんですね。で、こういう主張を唱えまして、日本支部長の小江亮はですね、フィリピン副教長のアントニオ・セジョーニという人にお手紙を出しまして、兵隊、大砲、弾薬、食料を満載した軍艦を派遣してほしい。あるいは春野、大村住忠、大友総理など、キリシタン大名を支援して、薩摩の島津義久を打倒すれば、日本征服が進む。こういうお手紙を出しております。まあ、このようにですね、その選挙手段の間でですね、日本征服を急ぐべきか、民の征服を急ぐべきか、けんかくかくの議論が行われておりました。まあ、こうした中、先ほどの申し上げた通り、秀吉がそのバテレン追放令を出しましてですね、それで長崎、茂木港、村上、これをその宣教師団から奪還して、直轄するようにしたんですね。これに対して日本支部長の小江はですね、反発しまして、大量の火薬と火縄銃を買ってですね、キリシタン大名の有馬春信、大友総理たちに、あと小西行長ですね、に、その提供して、それでその秀吉と戦うよう要求したんですね。まあ、これはさすがに断られたんですけども、でこの結果、宣教師団の間ではですね、その意見統一がなされまして、どういう意見統一かというと、まず布教を通じてですね、日本人キリシタンを増やして、それで宣教師団が日本人キリシタン兵を指揮して、スペイン兵、ポルトガル兵の代わりに民へ攻め込ませて、スペイン兵、ポルトガル兵は一滴の血も流さず、日本兵の流血によってスペイン、ポルトガルが民を征服しやすい、こういう最終結論に到達したわけでございます。でフィリピン、その一番偉いのはそのフィリピン総督ドン・ロドリゴという人なんですけど、まあ、この人は最終結論を出しましてですね、日本を短期間に軍事征服することは困難であるから、布教を通じて日本人キリシタンを増加させる、今はすぐは無理だから、秀吉、家康の次の次の頃、これは三代将軍家光にあたるんですけどね、頃に日本人キリシタンが犠牲を厭わず宣教師の指示に従ってスペイン兵、ポルトガル兵の代わりに民へ攻め込むように仕向けるべきである、こういう長期計画を決定したんですね。それで先言った宣教師ペドロ・バプティスタが外交施設という名前で日本へ入って、その活発な宣教活動を行いました。しかしですね、ここにそのサン・フェリッペ号事件という大事件が起きるんですね。これは何かと言いますと、マニラを出港してメキシコを目指したスペインのサン・フェリッペ号という700トンの船があるんですけども、これがその嵐に巻き込まれて四国の土佐沖に漂着して座礁したんですね。でこれはそのこの船はガレオン船といいましてですね、その
商船であるとともにですね、戦艦でもあったんですね。強力な大砲を何本も積んだですね、強力な戦艦だったんですよ。日本にそんな船は全くないわけですからね。それで土佐に到着したもんですから、その土佐の漁師の長宗我部元親という人がですね、これをその高知の瀬戸に浦戸、土佐の浦戸に留め置きまして、積み荷660万ペソを募集したんですね。当時その日本の海事法、海の法律ですね、は日本で座礁を難破した船はについては、その土地の領有者がその船員の保護責任がある。で、保護すると同時に積み荷は急行費用を含めてその土地の領有者に所有権を移る、こういうその海事法が海の法律ですね。ですからその調査学元親はそのように処理したわけです。この時スペイン人乗り込みはですね、スペイン法はですね、まあ、積み荷はあくまでもそのスペインのものであり、没収は許されない。これはあのスペイン法でありますんでですね、スペイン法にのっとって強い不満を示したんですね。それでその現地へ来たのがマスター長森という人、これはまあ御奉行の一人なんですけども、この人が日本の海事法に基づいてサンフェリコ軍事会の積み荷を接収してですね、接収する作業を始めた。この時そのサンフェリッペ号の船長がですね、怒ってですね、スペインはこんなに広大、世界地図を見せてですね、こんなに広大な国だ、日本はこんなに小さい国だ、スペインを侮るなら日本は痛みに遭うぞ、威嚇したんですね。まあ奉行のマスター長森としては全く冷静な人ですね。はあはあそうかい、じゃあなんでそのスペインはそんなに強くなったの、淡々と聞いたんですね。ただ船長ますますこう胸を張ってですね、我がスペイン王国はね、宣教師を世界に派遣して、それでその布教とともに征服事業を行ってるんだ、まず土地の民をね、キリスト教に教化して、教化っていうのは教え、諭すことですけど、さらに信徒らを内容させて、兵力を持ってその国を平定するんだ、息を呼ぶと答えたんですね。それを聞いた秀吉はですね、フランシスコ会宣教師は外交施設どころかですね、熱心な布教者でですね、キリシタン大名やキリシタン武士を増やして、その蜂起に合わせてスペイン軍を送り込んで日本を征服するんだ、こうに判断したんですね。それでそのフランシスコ会の宣教師6人、ペドロ・パプティスタ、アセンション、ブランコ、ヘセス、ミゲル、カロシア、並びにそれを支援していた日本人信徒20人が処刑されたわけでございます。このサンフェリッペ号事件とこの処刑はですね、日本が軍事超大国のスペインとですね、戦争になってもおかしくない重大問題、重大事件だったんですね。最大の争点は積み荷の所有権なんですよ。積み荷の日本の国内法では積み荷の所有権は救助した土地の領有者に移るなってるんですけど、スペイン法では あくまでもその船舶所有者のものである。ですからこれはもう戦争になってもおかしくない、まあ、こういう状態に直面してたんですね。そういう意味でそのこの時点で日本はスペインと
軍事衝突してもおかしくない厳しい状況にあった。しかしまあそのスペイン、フィリピン総督ドン・ロドリゴはですね、その日本人キリシタンを増やして秀吉家康の次の次の頃、まあ、家光も大変ですけど、この頃に勝負をかけるという長期計画でございましたのでですね、その時スペインと日本のその軍事衝突は火を吹かなくてですね、三代将軍家光の時島原の乱という大事件が発生するわけでございます。以上が第2部なんですね。次に第3部に入りますけども、まあ、先ほど申し上げたんですけども、秀吉が幕末追放令を出したときにですね、その日本支部長の声ではですね、まあ、その大量の火薬、火縄銃、鉄砲、火薬を買い入れてですね、それで有馬晴信や大友宗麟、小西行長に提供して、秀吉に戦いを求めたんですけども、これはうまくいかずにですね、その失脚するわけですね。それで失脚した後どうなったかというと、お手元に島原の乱様図という地図があると思うんですけども、この地図の島原湾の一番先っぽに上総村とか有馬村とか、それからいう小さい字で書いてある。お分かりいただけますかね。島原半島の南の先っぽで、ここにその上総村っていう村があるんですけど、そこに引水したんですね。でその上総村から宣教師をですね、島原半島南のところ、それから船で渡った天草諸島へ宣教師を送り込んでですね、それで地下活動を行ったわけなんです。ですから秀吉のマテレン追放令の結果、京都、大阪、長崎などではキリシタンの宣教活動は沈静化したんですけども、その人たちがこの上総村並びに天草へ入ってですね、それで活動を行ったから、この部分にキリシタン活動が非常に活発になったんですね。それでこの地図の天草諸島のここに大矢の島っていう島があるんですけど、分かりますかね。宇土半島の先っぽに大矢の島っていうのがあるんですけど、この大矢の島の漁師であった大矢の種元という人がバテレン追放令の下で洗礼を受けております。それから有馬晴信はですね、宣教師に対してですね、もし秀吉と戦になるならキリスト教を擁護するべく自分は秀吉と戦うように言ってるんですね。まあ、このことが後の島原の乱の伏線になっていくわけなんです。まあ、この島原この地図見ていただきますとですね、この宇土半島の先っぽにですね、宇土城っていうのがあるんですけども、分かりますかね。宇土城、この宇土城がキリシタン大名小西行長の領地だったんですね。この宇土城からその、宇土半島、さらに北天草の大矢の島、上津浦本島、こういうところで、キリシタンが増えたわけです。南島原 とかね、島原半島、それから北天草はですね、
山がこう険しくて海に面してですね、だからその間の平地っていうか盆地っていうか、そこが農地になってるんですけど、村ができて農地になってるんですけども、その村人はですね、山を越えて隣村行くよりは目の前に海出て小舟こいで行っちゃった方が早いんですよ。だから隣村とどうこう言う前に目の前の海出て船こいで、それで対岸に行ったりして物々交換、野菜と魚とか米と海藻とか、そういう物々交換、海の経済圏であり海の文化圏だったんですね。でうちのところの息子はそろそろ年頃なんだけど、あうちの娘がじゃあ嫁取りすくか、こういう通婚圏でもあったんですよ。でそこでその海の文化圏でですね、で真ん中にその地図にも書いてあると思うんだけど、まあその島丸の真ん中に湯島という島があって、ここは猫が今多いらしいんですけど、そこは連絡拠点だったんですね。そこでそこが中心となって島丸の乱が勃発するわけでございます。まあ、その島丸の乱といいますと天草四郎ということなんですが、この天草四郎という人はですね、北天草の今の大屋の島ですね、ここに住んでたんですね。で大屋の島から船を出して先ほどの湯島に上陸してですね、で説教を行う。だからまあその南天草の農民たちはその船でその湯島に渡ってですね、それでその天草四郎の説法を聞く。この海の文化圏で島原の乱が勃発したわけでございます。それでその寛永14年にその島原の乱が発生するわけでございますけども、その1年前からこの辺りは飢饉になったんですね。それでその飢饉になってみんな不安になっている時に、その村人たちがその天草四郎の説教を聞いた。で天草四郎が言うのは、まあ、その神が人々が神がゼウス神の教えを捨てたから、神が怒って飢饉になった、キリシタンに立ち返らなければ神の怒りに触れて地獄に落ちる、まあ、こういうふうに捉えたんですね。まあ、これを聞いた農民たちは希望を失ってですね、それでその種まきやめちゃったんですよ。種まきやめちゃうと翌年も全く作物ができませんからですね、ますますその飢饉がひどくなっていったわけでございます。それで地図にあります有馬村という村のですね、農民の三吉という人と鹿根という人が船で湯島へ渡ってですね、そこで天草四郎の説教を聞いてですね、それで村へ戻った。そこでその村人たちがですね、その小海正門のその返還を求めたんですね。小海正門って何ですかというとですね、それ前にもうその大官所がですね、もうキリスト教をやめるなと言われて、ああしょうがない、もう大官その場からやめたんでしょうがないって言うんで、小海正門、私は今までキリスト教徒だったけどもうキリスト教はやめましたという小海正門をその書いて、筆書いて大官所に届けてですね、だから形式上その島原にはその一人もキリシタンがいない形式上ですよ。そういうことになったんだけど、やっぱりね、自分はキリスト教を捨てたからこう危機になっちゃったんだから、まあ、キリスト教をもう一回戻りたい、戻るにはこの証文を返してくれということで大官所へ押しかけたんですね、数百人でね。大官所としても
はいはい、そうですかって、ゴルビッションも返したけど行かないんですね。ゴルビッションも返さない。ほんで、吸ったもんとしてですね。それで、その、人々は、その、まあ、年貢7年分、昔、その、よく遠藤周作先生の、沈黙とか映画とか見てね、うん、大感想ってこんなに農民をいじめるのかとかって、思ったりしたんだけど、農民ってあの作物ができなければね、年貢を納めなくてもよかったんですよ。それでもうこれっぽしかできませんでした。で、じゃあ足りない分は来年納めます。しょうがないよね。来年がまた納めできなかったんで、もう伸ばしてくださいね。じゃあ来年よ。それ伸ばしは別に何も問題なかったんですね。それを伸ばしたやつが7年分あったんですよ。7年分。それでその気づいたのは、そのコロビションを返してくれないって言うんで、だったら今年の年貢も払わないし、7年分の、その、なんすか、延期したやつも払わないって宣言して、そんで代官を殺したんですね。こっからその島場の乱が、始まるわけです。で、この時その、島原藩の侍っていうのはざっくり500人なんですけど、参勤交代で半分は江戸行ってたんですね。だからこの時半分250人ぐらいしか島原藩にはいなかったわけですよ。そこへ1万人とか2万人のその一期生を押し寄せたもんですからね。これは250人の島原藩の兵隊ではどうにもならなかったんですね。それでその一揆勢はその御用村っていうのがあったんですけども、口の津村っていうところにあって、この口の津村っていうのはこの地図 南品川先っぽの上総村の隣にあるんですけど、この口の津村っていうところに島原藩の御用村っていう蔵があったんですね。その蔵に米5000石、鉄砲500丁、弓、槍とかが保存してあったんですけど、その鍵をぶっ壊して全部ぶん取ったんですね。それで、その村々の神社仏閣を焼いて、石の地蔵の首をはねてですね、大官、僧侶、神官を官主ですね、殺して切った首の坊さんの首を竹の笹の上に掲げて島原城へ向かっていったんですね。それでそのコロビッションを返してくる。だから島原城っていうのは堅固な堀も深く石垣も高い城だったんで、これは攻撃することもできないで、まあその城下一帯を焼き払って規制を受けた。これがその島原の乱の始まりなんですね。その2日後にその今申し上げたのは島原半島ですけど、この向かい側の天草諸島では2日後のにその天草四郎が決起してですね、で天草四郎は側近50人とともに船で島原半島を渡って島原半島へ上陸した。そこで一騎勢1万2000人を持って、ポルトガル商館のある長崎へ進撃して占領してですね、ポルトガル軍を長崎へ迎え入れよう、こういう計画を立てました。なんでこういうことになったかというとですね、先ほど申し上げた日本支部長だった小井という人がこの上総村に遠征しましてですね、それで周囲の日本人キリシタン指導者にですね、キリシタン武士が放棄さえすれば必ずやポルトガル軍が増援に来るぞ、これ小井緑構想というんですけど、これをその繰り返し繰り返し語ったんですね。
だから日本人キリシタンが放棄さえすればですね、必ずやポルトガル軍が増援に来る。これはその日本人キリシタンの指導者の間でですね、共通認識だったわけなんです。それで、その後一騎勢は約3万人に増えまして、原城に籠城をいたしました。この原城っていうのはなぜやっていうことなんですけども、私もこの間ちょっと行ってみてきましたけども、それまでその有馬家はですね、日の江城というところにあったんですね。このお手元の島原の乱のね、その有馬村の上に日の江城というのはあると思うんですけど、これは平地っていうか山地みたいなところなんですよ。この原城というのは海辺、有馬村のちょっと下に海辺に書いてあると思うんだけども、これが原城なんですね。日の江城ってのは一言で言うと中世城郭なんですよ。中世城郭って何というと石垣がないんですね。だから堀もその空堀だったりするわけですよ。で、まあ、その自然を生かした山城、これが日の江城なんですね。それでその原城というのはですね、島原湾に面した絶壁の上にあるんですよ。それで堀を掘り込んでですね、でその海の水を流し込んでるんですよ、堀にね。それで高い石垣が組んであるんですね。それでその本丸、二の丸、三の丸、天草丸、出丸、これを備えておりまして、いわゆるその高い石垣を築いて海から海水を引き込んで堀を作った、これ海城って言うんですよ。海城、海の城、海城。日の江城は山城ですからね。だから、もう谷間春の子は、その中世城郭の山城であった日の江城から、近世城郭の海城である原城を作って、そこへ移転しよう。こういうことで工事中だったんですね。一騎勢を指揮したのは、小西行長の家臣だった増田浩司、専属善恩、駒根木智房、有馬家の家臣だった有馬堅物、足塚忠右衛門、山田右衛門、いずれもキリシタン大名の小西行長、有馬晴信のかつての家臣なんですね。で、彼らはその後帰農して、帰農と農業に帰ってね、それで、地元に到着してたんですけども、彼らはこの際に立ち会うというわけでございます。こういうなんかその幕府はですね、御書院番頭板倉重政という人を送って、総攻撃をかけたんですけども、原城の守りは堅固でありましてですね、ことごとく撃退されたんですね。それで1月1日の午前2時、その夜襲総攻撃を仕掛けたんですけども、夜だから分からないだろうって近づいて総攻撃かけたんだけども、その一騎勢はですね、その城の上からですね、松明に火つけて、バーッと投げたんですね。そうすると真っ暗闇でもバーッとそこだけ明るくなるんですよ。そこへ狙撃隊が狙っててね、狙撃してバーッと撃つんですよね。これで大損害を被りまして、4000人の大損害を被りまして、大将だと総大将の板倉重政は顔面を鉄砲で直撃されて即死しちゃうんですよ。これでその第1回の総撃は総攻撃は失敗に終わるんですね。そこで2番目のその上司として老中、松平知恵と言われた松平伊豆守が来ましてですね、で12万の大軍で原城を完全に包囲したんですね。
まあ、この人なかなか頭のいい人でありましてですね、その一等最初にしたことは何かというと、12万で保護してるけど、その味方の中にその敵と裏切ってる人がいないかな、まず最初にそれを調べたんですね。だからまあそういう裏切りはないということが明らかになった。次に松平信綱は矢文を送ってですね、矢文を送って、それでその、将軍の家光殿に恨みがあるのかと、それとも領主の松倉勝家に恨みがあるのかと、お前らの恨みが正当なら、停戦して今年の年貢は免除して、その後の年貢を軽減するふうに伝えたんですね。これはあの百姓一揆が生じた時の常套手段でありまして、まあ、一揆勢の要求が年貢の減免であるとするならばですね、その重税を課した領主である板倉重政を、まあ、改易とか減封とか厳罰に処した上にですね、上で農民の要求に応じて年貢を軽減する、その代わりその一揆勢の首謀者はですね、世情を混乱させた罪で死罪に処すという格好なんですね。これが桜宗五郎なんかの話は大体こういう格好で、処理されております。ところがその島村の乱というのはそういう農業問題とか年貢の問題じゃなくてですね、宗教戦争ってありましたんでですね、一揆勢はその矢文でですね、我々は将軍家光殿にも領主の松倉殿にも不満はないと、我々の衆を認めてほしい、こう言ってきたんですね。でこれに対して松平信綱はですね、無理やり城内に連れ込まれたキリシタンでない者やキリシタンであっても城を出る者は赦免する、天草四郎は15、16歳の子供だと聞いていると、天草四郎が降伏するなら除名する、こういうふうにその投降を呼びかけたんですね。しかし一揆勢はですね、我ら島原のキリシタンが先駆けとなって戦えばですね、これ国内に60万いたはずのキリシタンが発奮してですね、全国で蜂起して内乱状態になるから、そこまでやればですね、ポルトガルが必ずや援軍を差し向けるであろう、こういうふうに考えてですね、全国各地のキリシタンに激怒をしてたんですね。それから一揆指導者はですね、籠城している人々に、我らはポルトガルの出城である、したがってポルトガル軍が加勢に来るのでですね、今しばらく辛抱せよ、こういうふうにその訴えていたんですね。そしてその一揆勢は幕府軍にまた矢文を送ってですね、それで原城の守りは堅固である、近々ポルトガルの軍船が応援に来る、幕府軍は相当の犠牲を払うだろう、もし幕府が和睦を希望するなら領主板倉勝家の首を跳ねよう、強気に出たんですね。ポルトガルの増援を誇示して強気に出た。これに対してその松平知恵伊蔵はですね、一揆勢が頑張ってるのはポルトガル軍からの援軍を期待してるからだと、一揆勢の士気を削ぐためにポルトガルからの援軍は来ないんだということを思い知らせるべきだろう、こうに判断しましてですね、長崎奉行を通じてオランダ商館クーケ・ベッケル・バッケルに依頼してですね、ポルトガルと敵対するオランダ軍船に
来てもらって海から城内へ艦砲射撃をしてもらったんですね。この艦砲射撃の弾は鉄の弾で、今の爆弾ってのは破裂弾ですから、バーンと鉄粉がバーンと散って大勢死傷者が出るんですけど、これは鉄の弾ですからバーンと、それほどの破壊効果はなかったんですけども、期待しているそのポルトガルの援軍はですね、オランダ軍艦に阻まれてこない、そういう、まあ、そういうその、失望させるですね、アナウンスメント効果はあったと考えられております。まあ、それでその寛永15年2月にですね、総攻撃を行って原城は陥落したわけでございます。まあ、こうして家光がその島原の乱を平定して鎖国が完成しますとですね、その戦争のない徳川の平和、まあ、パックス徳川ワールという天下大戦が成し遂げられました。まあ、ヨーロッパではですね、まあ、スペイン継承戦争とか30年戦争とか、オーストリアの継承戦争、シチレン戦争、まあ、こういうその戦乱が相次ぎましてですね、ペスト、黒死病と言いますが、ペストが流行してですね、人口が激減して国土が荒廃してるんですね。まあ、こういう中において250年近くにわたってですね、日本では平和が保たれましてですね、まあ、その元禄文化が栄え、それからその日光東照宮が建造され、それからその花岡清舟が欧米に40年先上げて麻酔薬を作って全身麻酔手術を成功させた、こういうその成果を上げることができたというふうに思います。まあ、その家光はですね、長崎奉行に、命令書を下しましてですね、もし内戦によって幕府が倒れることがあれば、それは将軍である自分の恥辱であるに過ぎない、しかし我が日本国の領土がですね、一寸なりとも外国の手に渡れば、これは日本国の恥辱である。南寺長崎奉行はこのことをよく理解して、日本国を守るべく尽力せよ、こういう弁明を下しているんですね。まあ、そういう意味で家光という人はですね、幕府指導者であることを超えてですね、日本の指導者になったということが言えると思います。まあ、こうしてその家光はですね、徳川250年に及ぶパックス徳川名をの下でですね、平和と独立を保ったわけであります。平和と独立を守るということはですね、大変難しいことでありましてですね、その特にその戦争をしないで独立を守った国というのは、これはその世界中を探してもですね、この徳川家以外にはないんじゃないかなというふうに思う次第でございます。そういうことで、その250年にわたって平和と独立を確立した徳川幕府の先人の努力に深い敬意を表したいというふうに思っております。以上でございます。先生、本当に鎖国というそのマイナスイメージを吹き返す素晴らしい講演だったと思います。10分間休憩を取って、その後質問コーナーとしたいと思います。